はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の曲線の媒介変数表示2をお送りします。で、前回1で、ポイントをねがっつりやりながら導入やりましたので、今回この2も問題演習やっていきます。なので1回ここでね動画止めていただいて、これチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね厳しいと思うのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はシータを挽回おかしい媒介変数とする問題ですね。で、次回は t を媒介変数とする問題やっていこうと思うんですが、コサインシータとサインシータが入ってます。こちらコサインとタンジェントですね。で、結局どんな曲線、放物線、楕円、双曲線みたいな、それを求めたいので、シータが邪魔になります。だからシータを消しに行こうっていうのがやり方、道筋というか。で、次回が t やるんですけど、 t の問題よりもシータのが簡単です、基本的には。なぜかっていうと、コサインとサインですよね。じゃあコサインとサインを使った公式って何かなって考えると、今回結論なんだけど、今回使うのはコサイン2乗プラスサイン2乗イコール1っていう、有名な公式ありますよね。多分あれかな、サインの方が先かな、書かれるの。どっちでもいいです。で、これを使っていきます。いいかな。だからコサインとサイン使ってるから、あ、じゃあこれ使えばいいんじゃないっていう目処が立ちやすいんですよね、今回。で、実際どうやるかっていうと、それぞれ変形します。コサインイコールサインイコール2で、若干噛んだけど気にしないで。こっち変形すると、マイナス2を持ってきて、x プラス2、両辺3で割れば、3分の x プラス2となります。で、サインの方も同様に、2をこっち持ってくると、y マイナス2、両辺5で割れば、5分の y マイナス2となります。で、それを、もうそれぞれここに代入するだけです、もう。で、代入してあげると2乗するので、9分ので、これ各上はね展開せずにこうしておきましょう。で、プラスこれも入れると下2乗して25分の y マイナス2の2乗イコール1と、こうなりますよね。で、これもうそのまんま答えです。だって楕円になってるから、ちゃんと右もイコール1だしね。つまりで、答え書くときはどんな曲線ですかって言われてるので、これ楕円だからちゃんと、今上に書いたやつに楕円って足してもよかったんですけど、楕円9分の x プラス2の2乗プラス、ちょっと書こうか、5分の y マイナス2の2乗イコール1と、これで終了でございます。だからもうこれ使うっていうことさえ気づいてしまえば、コサインイコールサインイコールに変えて、じゃあ代入しようぜ。で、あとでまとめて書けば OK だよ、みたいな。うん。そうね、そうね。おかしいよね。ごめんね。なんで5って書いたか。これで OK です。ごめんね。じゃあ2番やっていきましょう。で、2番は、コサイン分のとタンジェントが出てきてると。じゃあ何使うって言われたときに、もうこれも公式で、このね、セットになってるから、1プラスタンジェントの2乗がコサイン2乗分の1って、これも有名な公式ですよね。で、これを使っていきます。タンジェントとコサイン分の1使われてるからね。なので、それぞれタンジェントイコール、そして上はコサイン分の1イコールにしてください。コサインイコールにしなくていいからね。だからこっちは5を持ってきて x-5、 両辺3で割ればコサインシータ分の1イコール3で割って3分の x、マイナス5か。これで OK。で、下もね、タンジェントイコールに直したいので、持ってきて y プラス1、両辺2で割れば2分の y プラス1とこうなります。で、タンジェントここ。で、これはコサイン分の1の2乗と同じなので、これを代入して2乗すると。そうすると、じゃあ一回ちゃんと入れるか。1プラス、あれの2乗。同じです、ほんとやること。
4分の個イコールこれの2乗だから9分のこうなると。で、これを右辺に持ってきて、まあ右辺と左辺丸々入れ替えるって考えればこういう形に持ってきたいんでね。そうすると9分の x マイナス5の2乗でマイナス4分の y プラス1の2乗イコール1か。で、これで終了となります。で、これ何かっていうとここマイナスになってるんで双曲線ですよね。だから答えの欄には必ずそれが双曲線で分かるように双曲線と言葉を添えてこれで終了というふうになります。まあ、サクッと終わりましたけど、一応復習で、まあ、θを媒介変数とする問題の時はコサインサインが出てくればこれです。これでつないでください。で、コサイン分の1のタンジェントが出てきたらこいつでつなぐ。まあちょっと囲っとこうかね、こいつと、まあ、本当有名な、前にやったね、有名な公式ですけど、これを使ってつなぐ。で、あとはちゃんと回答に、まあ、沿うようにというか、形がちゃんとできるように順番変えて、で、楕円なのか双曲線なのかっていう言葉を添えて書いてもらえれば、これで OK となりますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数3の曲線の媒介変数表示丸2をお送りしました。今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、次回が最初にもね、言ったように t が媒介変数になる方をやっていきます。で、そっちの方がこれよりも圧倒的にちょっとめんどくさい問題になりますので、もしよかったらそっちの方もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。